勝者総取り方式は選挙方法の内多数代表制の一種である。ウィナーテイクオール方式とも呼ばれる。勝者総取り方式では選挙区で最多得票を得た陣営がその選挙区に割り当てられた議席や得点などのすべてを獲得する。それらの議席や得点は原則として選挙区ごとに複数割り当てられる。これは同じ多数代表制でも 各選挙区に割り当てられる議席や得点が原則として、1である小選挙区制と異なる点である。また勝者総取り方式では、投票先の候補者を投票者が自由に組み合わせる、ことが許されず、候補者名簿単位での投票しか許されない。これは、同じく選挙区の定数が原則複数である多数、代表制でも、完全連帰制と異なる点である。 ウィナー・テイク・オールは、ニューラルネットワークにおける、神経細胞モデルの基本原理を指すごとしても、用いられる。アメリカ合衆国大統領選挙は、形式上間接選挙であり、選挙人選出に際して、勝者総取り方式が用いられる。2016年アメリカ合衆国大統領選挙、一般投票投票用紙大統領選挙における、一般市民の投票である。 一般投票ではペアとして立候補している大統領候補と副大統領候補の組み合わせの選択肢が投票用紙に印刷されており投票者はいずれかの選択肢をマークする形で投票する。それらの得票は選挙人に当選した暁には選挙人投票時に当該候補ペアに投票することをあらかじめ制約している。 選挙人候補団の得票とみなされる。多くの州では最多得票の選挙人候補団が当選し、その州に割り当てられた選挙人定数をすべて埋める。このように州ごとに選出された選挙人のうち全国で過半数の選挙人を獲得した大統領候補、副大統領候補ペアが最終的に当選する仕組みである。大統領選挙人を州の中で どう配分するかについては、連邦法で規定されておらず、選挙人選挙の方式は、それぞれの州に委ねられている。48の州と、コロンビア特別区では、最多得票陣営に、すべての大統領選挙人枠が与えられる勝者、総取り方式を採用している。残りのネブラスカ州とメイン州では、勝者総取り方式と小選挙区制の一票式、並立である。 一般投票の総得票数と選挙人数が逆転する場合を図示した図。比例割当てではない以上、一般投票の総得票数の高と獲得選挙人数の高が逆転し得る。逆転の起こった選挙のうち2000年アメリカ合衆国大統領選挙では、州内一般投票が約0.009%差で最終決着したフロリダ州の25名枠を 獲得した、いずれかの候補が当選するという情勢であった。一方、2016年、アメリカ合衆国大統領選挙では、仮に、下院選挙区ごとに選挙人を選出したとしても、やはり現実と同様に逆転が起こると、計算されている。他の逆転の事例としては、1824年、1876年、1888年の、大統領選挙が挙げられる。 勝者総取り方式を採用する州では半数を超えるか否かのみが基準となることから比例配分方式の州の勝敗より大きく注目されやすい。そのため各陣営は比例割り当て方式を採用する州よりも勝者総取り方式を採用する州を重視する傾向がある。大統領選挙においては民主党か共和党のどちらが取るかで激戦となっている。 スイングステートが各陣営から戦略的に重視されるが、さらにその州において、比例配分方式ではなく勝者総取り方式を採用していると、よりその傾向が強くなる。一方で、民主党か共和党のどちらが過半数を取るかはっきりしている赤い州、青い州で勝者総取り方式を採用していると、比例配分方式を採用した場合よりも、 各陣営から戦略的に軽視される傾向が強くなる。なお2008年まで共和党における大統領予備選挙はすべての州が勝者総取り方式を採用していた。シンガポールの国会議員選挙で採用されている集団選挙区も選挙区ごと最多得票の政党にその選挙区に割り当てられた議席をすべて与える方式である。 これは建国以来一貫して与党である人民、行動等の一党優位を支えるシステムの一つとされる。有効投票総数596万3110票で537票差。数値はフロリダ州無償サイトより、スティーブン・ウルフ・デイリー・コス・エレクションズ・プレゼンツ・ザ・2016・プレジデンシャル・イレクション・リザルツ・バイ・コングレッショナル・ディストリクト・デイリー・コス。ありがとうございます。